チョコレートを出すことで、占いをすることができる。プチプチ占いとは、チーリン製菓が販売している純チョコレート菓子である。その名の通り、パッケージで占いをすることができる。純、ミルクチョコレートを投与したボールチョコ。チョコレートの色は赤、オレンジ、黄、緑色の4種類がランダムで配置されているが、着色料の違いがあるのみで、味は同じである。内容量は18粒。 パッケージは PTP 放送シートでプラスチック部分を強く押すことでアルミ部分が破れプチプチと一粒ずつ出すことができる。商品パッケージ公式サイトのトップではプチプチ占いチョコ玉の地の部分が小さく表記されている。プチプチ占い1個につき18項目の占いをすることができる。占い項目はアルミ部分に記載されておりチョコレート一粒ずつに対応している。 パッケージごとに項目の種類は様々見られる。などチーリン成果が販売している純チョコレート菓子。プチプチとチョコレートを出すことで占いをすることができる。すべてのチョコレートを出した後の状態。チョコレートで隠れているアルミ部分に記載されている。チョコレートを出すことで結果がわかるようになっている。結果は全4種類。 チョコレートの味とパッケージの柄が異なるシリーズ商品が存在する。駄菓子屋を舞台にした漫画作品だがしかし中に登場した。同作品のアニメでも第8話に登場。ありがとうございます。